はい、キッシュ君、なかなかね里親募集かけてるんですけど、誰一人も言ってきてくれません。はい、コメントでも入ってましたけど、条件がきつすぎるっていう風に何名かコメントいただいてるんですけど、ほんでなんかキッシュは出せへんつもりで里親募集とか言ってるみたいなこともね、思われてるんかなと思うんでちょっと言っときますけど、全然そんなんじゃないし、この子三重の子です。つむぎさんとこの子でうち預かってるんですよ。そんな感じで、全然、うちはうちの子にする、っていうのは全然ないです。で、公にはキッシュにはそういうふうに書いてるけど、ほとんど一緒ですよ。うちの、里親募集、里親様になってもらう、いただける条件っていうのはほとんど一緒です。室内外外外向いてるなっていうののことで多少は変わりますけど、やはり、里子に迎えていただく心得っていうのも持っていただかなきゃいけないし、それなりのやっぱり条件がなければ、ペットショップじゃないんだから、ペットショップやったらね、お金出したらっていうのでね、そういう審査とか何もないと思うんですけど、そうじゃないじゃないですか。で、いいブリーダーさんなんかやったらすごいですよ、もっと審査が。いいブリーダーさんやったらね、だから全然条件はみんな一緒、ほとんど一緒です、うちの条件ね。ただやっぱり、いろいろ相談されて、うちはこんな感じ でしかできひんねんけど、どうしても、キッシュが欲しいって言われたら、それは相談の上で、この人やったら大丈夫かって思えばね、その人に託しますが、でも公に、募集かけるにはやはり、こうじゃなかったらいけないよねっていうのをね、いろいろ、思ったことを全部書かせていただいてます。それはみんなの犬に、全部同じです、うちはね。そういう感じで、ですからね、キッシュがいいなと思う方、一応ホーム貼っときますんで、もしもよろしければ、一度ご連絡いただけたらと思います。はい、すごくキッシュ賢い子っていうかね、いい子、かなりいいキッシュですよこの子。やっぱ派手で、ちょっと扱いにくいキッシュだと思うんですけど、でも、その中でも、聞き分けがいいし、結構扱いにくい機種を言うてて、結構扱いやすいっておかしい、日本語になっちゃいますが、全然その悪意がある子じゃない。ほんで目いっぱい生きてるみたいやね。もう犬性を満喫するために生まれてきたみたいな、そんな子ですね。キッシュ何やっても、もう噛まない、です言うて。キッシュそれあんた動画になってないで、これ多分。キッシュどうですかって言うてんのが、キッシュこうそんなんばっかり発してたらダメでしょ、あなた。レジちゃんが悪いねんな、全然あんた画面に入ってないから。キッシュ画面に入ってないから、座れキッシュ、座れキッシュ、座ってください。座れ、はい、よ、座れ。もうあかん、興奮しちゃった。あんた欲しいわ、優勝出てきへんね、それ。
こんなん用は使わんよってなってまうで、またあんた。せっかくあんた、せっかくあんたどうですかって言うてんのに、あなた。でね、つむぎさんとこが、あずかりさん宅がね、鉄の預かっていただいてるとこ、鉄くんね。で鉄くんが、里子に出たら、岸くんそこへ行きます。はい、ですからもしねこちら方面でいいなと思っておられる方おられましたらご連絡いただけたらと思います。ほいで一回来たからはいどうぞっていうことはならないと思います。やはりこの子を散歩を連れて行ってもうてね、まず一緒に散歩行って、で何度か来ていただいて、散歩、もうねご自身で勝手に行けれるようになって、それからです、それから、里子に出るっていう感じになります。はい、ということで、よろしくお願いします。キッシュキッシュキッシュバイバイって冷たいな、ね、水キッシュキッシュバイバイ、そっちこっちから行ったらいいかな。バイバイ、はいキッシュ、はい、キッシュバイバイ、全然見てないってびちょびちょでしょ、噛んだれ、顔噛んだれ、鼻噛んだれな。あキッシュキッシュ、このマイペースさがいいのよね、キッシュいいかなキッシュ、はい、注意して、噛んだれ噛んだれ噛んだれ、舐めたらダメ、噛むのよな。あはい、落ち着いた？ヨロチクーって、ヨロチクーって、はーい。